皆さんこんにちは。視聴者さんを元気にしたい J チャンネルことジュエです。今回もよろしくお願いします。前回に引き続きエミネンス装備でワイルドキーパーレイブやっていこうと思います。今回は森間大地の七思考アチカに挑戦します。アチカはアチカ、アチカに挑戦するための大事なものは耐熱装備セット、こちらをねもらっていざ挑んでみましょう。どうせ殴るだけだろう。はい、では HP を使って森間大地にやってまいりました。 HP の回数がねまだの方はぜひ解放してください。この方法は教えないのか。こちらについたらね、どっちだっけ、こっちか、ここにねあの入る場所がありますんで、こちらから侵入しましょう。コンテンツレベルは116です。この先から威圧的な気配を感じるとね表示が出たらアチカがいる。誰だよ。ですんでね、早速入っていきましょう。はい、じゃあ森間大地ワイルドキーパーレイブに侵入いたしました。こちらねフェイスをまず出して準備しましょう。フェイスはね、いつもの初期フェイスでございます。バランレールさん、アヤメさん、ジョアチム、コルモル、クピピですね。ヨアヒムだけ扱いおかしくね。はい、じゃあアチカを探しに行きましょうか。ザコをね、前回同様ザコをねやってると来ると思うんですよね。とりあえずやってみましょうか。この辺に敵ザコいますからね。ザコいこの辺にあ、へへへへ、ワイの子分に何すんじゃ終われと、またかよ。言い方してきましたね。で、まずはね、雑魚を倒して、あれスタンか、スタンがきついんだ。よし、倒した倒したから、じゃああちかに行きましょう。でかいな、おい。よしよし、ここからね本番です。何その言い方。カムラをしたのであやめさんがトスくれると思いますですけどね。なんで簡単のこの野郎。こっちがいいかな。ヒエンとかよりやわ多分。カムラの角今のところ別に安定してますね。言うほど安定してるか。効果音なくない。あ、来た。なんだこれ、たまにあるよね。よし、花車のカシャ。お前何回それ注意された。カムラ撃ったと。うん、光ダメージ。うん、この調子でいきましょう。わろた。はい。やってもうた。ワイルドキーパーレイブ、エミネンスレコードで挑戦でね、初の負けを行ってしまいました。行ったってなんだよ。なんでや。はい、恥ずかしながら帰ってまいりました。横井翔一を。アチカをね、ちょっと調べてみたんですけども、通常攻撃にもね、自分中心範囲のね、ノックバックがあったりするんですけども、一番厄介な攻撃としてね、インシネレイト・ラハールというね、攻撃があります。こちらがね、前方範囲
で、強制衰弱いたしますんでね、強制衰弱すると当然ね、あの HP とかがガクッと落ちるんですよ。で、落ちたことによりあの攻撃をね、食らいやすくなったり、あとはね、あのそれが治った後にほらフェイスが回復をするじゃないですか。で、そのための MP をね、大量に消費したりするという可能性がありますのでね、こちらの攻撃を注意したいと思います。で、こちらの攻撃は自分中心範囲じゃなくて前方範囲なんでね、ちょっとね、バランレールさんをね、なるべく前だけに出して、あとはフェイスはね、後ろにする戦法を取ってみたいと思います。なんで毎回調べてから始めないの？後ろにいても食らっとるやんけ。どう見てもね、インシネイトラハールはね、中心範囲ですよね、これね。これは中心範囲ですわ。ケツ。ケツからだもん。ケツからやってるけど食らってるからさ。これは中心範囲でしょ。逆にケツからとかじゃね。またやりやがった、こいつ。ダメだ、こりゃ。こいつ強いな。お前が舐めてかかってるだけだぞ。お気づきの方もいるかと思いますけどね、ワイルドキーパーレイブはそれまで削ったボスの HP がね、元に戻ることはないんですよ。ないと思います。これをね、利用して何度でも蘇るさというね、戦法を行うことができます。そのうち怒られるぞ。同盟成績にね、余裕があればどんどん挑戦し、いつか倒せるということです。ゾンビ戦法や。久々に聞いた、その名前。ようやくね、半分ぐらいまで削ることができました。そういえばね、フェイスをね、再呼び出しできるとこね、忘れてました。それ普通忘れる。フェイスがね、落ちたらどんどん呼びましょう。呼び出し直しましょう。やっとここまで削った。でもね、そんな死んでないですよ。今死んだのは2回かな。割と死んどるやんけ。なんかなんとなく生きてる。お前の人生そのものだな。このね、衰弱がね、一番厳しいですね。それがなければね、結構安易な時だとは思うんですけども、衰弱を食らうということはさ、結局ね、なんだろう、ダメージ的にさ、1000以上ぐらいダメージをね、一気に食らったことになりますからね。意外となんかフェイスをね、再呼び出ししまくるとね、意外と持ちますね。そりゃそうだろ。この調子でね、フェイスが死んだらすぐ入れ替えというね、戦法を取り続けていれば、いずれは勝てるんではないかと思っておりますが。バカだろこいつ。何回ぐらい死んだかな。5回6回ぐらい死んでんじゃないですかね。これ
きついでしょ。何がね、きついかってね、そのさっきのね、あの技もね、あるんですけど、なんだっけね、技は。インシネレイト・ラハールってね、静寂の技もあるんですけどね、何がきついかってね、ダメージプラステラーのね、ブリスター・ロアっていう、ね、曲じゃないや。曲技がね、きついですよ。ま、あの、スタンもね、ともかくとしてさ、テラーがね、15秒とかさ、そのぐらいの長さでね、続くんですよ。10秒くらいじゃね。だが、お前のそんな技は、銃の同盟成績のベアルドに、ベアルドの前には無力だ。死ぬがよい。簡単にやられといて何言ってんだこいつ。ざまねえな、アチカ。お前はな、この10円の同盟成績の数に、ひれ伏すのだ。なんか影響受けた？何があんでも倒してやる。早めが死んじゃってる。やった、倒した。きっつい。結局ゴリ押しじゃねえか。ああ、これはね、大変ですわ。ただね、先ほどもご説明いたしましたけどね、同盟成績があればね、大事なものはガンガン交換できますんでね、ちょっと削って、死んで、まだ前戻ってくるっていうね、ゾンビ戦法が使えますんでね。お物は消毒だ。いやー、きつい。というわけで、あちか、ギハ、ギチカでございます。ギチカでいいのかな、微妙なところだな。